見たときになんとなく私の目に入ってきたのがだったんですよどうも島田修平です始まりました島田修平のお階段めり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます さあ、今回も来てくださいました。松島初音さんです、すお願いいたします。よろしくお願いします。お,ますお邪魔します。まあ、大好評なんで。ありがとうございます。本当に来ていただくと、ありがたいんですけどもね。えー、でも <laughs>。そう、その感じ、やめてもらっていいですか。<laughs> すっごいこうね、あの怖い話とか、しそうにない。フランクな感じで、怖いから。らかっこっちも、あのガード下げたところに来るんで、めちゃくちゃこう、くらっちゃうんですよ。<laughs> 大丈夫です。大丈夫です。 もう怖くないで、大丈夫怖くない。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 あのイベントですよ。はい。ね、今年で一年。はい。もうね、力入れて、やられていくイベント。本当によろしくお願いします。はい。皆さん、イベントの名前が。はい。鉄板ホラーナイト、お箱会談というものです。はい。もうこれね、一年通してやるんですけども。もう松島初音さんが呼んだ、もう。すごい会談しですよね。そうそうたる。はい。たるメンバー。よくここ集めたなっていうメンバー、一年ずっとこうね。 いろんな方出るんですが、はい、その方たちの鉄板話はい、ね、もう絶対に滑らない怖い話ハー <laughs> トル上げるな <laughs> そして YouTube チャンネルの方もね、やっ、はい、ております初音チャンネルというのをやらせていただいておりますあの雑談調で会談というか怖い話まあ自分が体験した直近で体験した話とかを ノリノリで話してますので怖い雰囲気では話してないんですけどぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よくあるね階段じゃない回も好きなんですけどね普通にこうね旅行に行った時の愚痴とかねまたその愚痴の動画も上がってますのでぜひ。あとこの料理うまいんすよねだけどねこれ食べてねお腹か下しちゃったんですよねみたいなね話とかね。何なのっていうのを喋ってますのでぜひ皆さんねチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。 すすごい久々に話す話で, <laughs> でもちょっとせっかくだから出させていただこうと思って、はい、私が小学校の多分1年生とか2年生とか低学年の時だったって記憶してるんですけど、うん、でその時に保育園からずっとあの一緒だったこのマンションがあって、うん、そこのマンションの下が神社だったんですよ。 マンンションの下にそうなんですよ<ー>で神社といってもいわゆるこう社務所があったりとかあとは宮司さんがいたりとかっていうような場所じゃなくて<ー>もう本当にただそこの地元のなんかとしてある、うん、まあでもそこそこ広いんですよゆうて公園ぐらいの大きさはあるようなでも遊具とかもちろんないですしこうお手で洗うようなところもない。ただ神社の携帯がドン 木,木なんかも生えててって,いうてっていうような場所があってうん、うん、でよくそこでその、まあ、友達の家に遊びに行った時はそこの下だからうん、うん、そ,そこであるなら遊んできて家外でっていう感じでよく遊んでたんですよ。でなんか床にこう絵を描いたりとか木の棒で描いたりとかあとはこう友達他の子も呼んでかくれんぼしたりとか鬼ごっこしたりとか缶けりしたりとかして遊んでたんですね。でそのの時に結構流行ってたのが あの隠れ鬼っていうゲームだったんですよ。で、はい、それ何かっていうと、まあ、いわゆる最初は隠れんぼと一緒なんですよ。うん、でも。 見つかったら逃げていいっていう。<laughs> いや、その境内っていうか、その神社のなんか隠れるところがまあないんですよ。よなるほどね。はい、はい、なので、ただのかくれんぼってなると、もう隠れる場所ってのは固定されてくるんですよ、ね。うんうん、だから、そこからは、あとはもう走る力。<laughs> で、どんどん捕まえていって、で、捕まったら。その境内のなんかところの、ちょっと上がったところに、みんな座って待ってくって、うん、そのお賽銭箱とかあるようなところで。待ってって、みんなこう鈴鳴らしたりとかして、早く,早くとかって、もうね、バチ当たりなんですけど。<laughs> そういうことやって、遊んでたりとか とかしたんですねでいつもと同じようにそこでまたじゃあああのまあ、鬼ごっことか隠れ鬼とかしよっかって言って集まったんですよ。4人ぐらいか5人かなんか集まってで私は鬼じゃなかったんでで鬼の子がこう「隠れじゃあみんな行ってきていいよ」って言ってこうやってやってなんか30秒とか数えるじゃないですか。で私結構その隠れんぼ自体もすごいうまくて最後まで見つからなかったりとかして全然鬼にならないっていうことがまあまああったんですよ。はい、で ここだったら見つからないだろうってところを探すの結構得意だったのでその日もなんかちょっと新しい場所を探したいと思って <laughs> でそれが境内の裏側に回ったことそういえばなかったなと思って、うん、ちょっと薄暗いんで行きたくないというかで境内の裏側に回ってそしたら結構よ,よさげな植え込みみたいなのがあったんですよ。本当にこうツツジみたいなのがボーン あって、えー、その裏とかだったらこれまず境内の裏に来ることもないしこの植木の裏に来ることもないだろうと思ってでそこに隠れようと思ってで「8910」9 10とかって言ってるから「まだだよ」って言ってそこに一目散で行ってで隠れようとしたら先人がいたんですよ<ー>先に一人隠れてて「えー、でおはと思って「ごめんごめん」とか言って「ここいいよね!」私も一緒に隠れていい?」って何も言わなかったんですよ。うんで ままあまあいいだろうと思って横に一緒にその植え込みとかこうやって隠れてでパッって見たら知らない子だったんで「すよ<ー>であれこの子誰だろう?」ってなってでなんか格好としてはシャツワンピースみたいな可愛い格好をしてたで,でちょっと外羽のこう肩ぐらいまでの髪をしてる子で,でずっとこうやってうずくまってたからなんか「あれ?」って言って誰かの友達って。 ってあの一緒に参加してたって聞いたらうん参加してたよってこ答えてくれて顔もこっち向けて可愛い顔してる子だったんですよ、えー、でもなんかわかんないんですけどこ小学生のこう感覚特有なのか私だけなのかわかんないんですけど他の小学校の子の顔してるなっていうのがなんとなくあるんですよ、えー、この子うちの第一章の顔じゃないこの子は第二章の顔だっていう <laughs> で ななんとなく第一章の顔でも第二章の顔でもないなと思って初めて見る子だなと思ってえ「え誰の友達?」って言ったら「分かんない」って言われて「分かんない <laughs> ?」なんかまあいいやと思ってでもとりあえずこうこ,こに隠れてるっていうのでもうあの数え終わってるし探し始めてるからこれバレたら終わりなんでもう一緒に隠れとこうと思って「ごめんちょっといさせてもらうわ」とかって言ってここで一緒隠れてて。 であの一、まあ、人「見つけた」とかでキャー」とかってもう前の方ですごく聞こえるわけですよ。ええ、であとは「もう初音ちゃんだけだよ」とかって叫ばれててでそうなってくると逆にこう見つからないのがもどかしくなってくるわけですよ。うんうん、もう早く見つけてよって逃げたいから「うん、もう初音ちゃんまだ」とかってガラ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 とか鳴らされててでちょっともうあれだから出ようよって。 「ってあのもう見つけてもらえないから」って「裏多分来れることも知らないと思うから」って言ってで前に出てったんですよ、はい、じゃあ行かないなら私だけ行くよとかっつってで行ったら「じゃあ私も行く」とかって言うから「じゃあ一緒に前に出てってここだよ」とかって言って「もう全然見つけられなかった裏はずるくない」とかって言って「<laughs> ルールにないじゃん」とかって言ってでなんか「友達増えたけどいい?」とかって言ったらみんなも「え全然いい多い方が楽しいじゃん」ってなって <laughs> 普通に受け入れて結局誰の友達か分かんなかったけどその日一日一緒に遊んだんですよ。はい、でそれが 何日か続いてその子が今度はもう集合の時点でいるとかになってきたんですよ。で近所の子なんだなっていうのは分かるんだけどでも名前も言わないし誰かも分かんないでも子ども同士だからなんとなくいた子として一緒に遊んでたっていうのが続いたんんんででですよあるる日そのの一番番最初のじゃんけけん私私が負けて私がが負て鬼になる番が来たんですよ。うん、で私すごい久しぶりの鬼だから絶対みんな即見つけてやるよ。<laughs> でじゃあ木のところでこうやってあの目隠しして「じゃあ数えます」「30秒数えます」「みんな隠れてね」って言って30秒数え終わってで私足がめちゃめちゃ速かったんで、うん、もう隠れようにとか大得意なんですよ。<laughs> でこう じゃあ見つけるぞ「ええ!」とかって言ってで見つけやすいところにいる子はこうすぐ見つかって、うん、なんかもう走って追いかけてって言ってでどこからどこかなーって言ってきっとあの子は裏に隠れたなって私は思ったんですよ。と思ってでのの裏の方にっって走って走ったんですよしかも足音ちょっと立てないようにしながら気づかれないように歩いてったらその境内の下のところに足がサササって入ってって、うん、それが見えたんで、うん、あ あの子境内の下に潜り込んだわと思って「それはずるい」って「見えたよ」って言って追いかけてでその境内の下のところに私もしゃがみ込んで「見えてるよ入ったでしょ」って言ったらそこだけなんか本当は格子になったんですね足のところが裏側だけあとはなんか漆喰の壁みたいになってたんですけどそこだけこう格子になっててその格子のところがちょっと削れて外れてるみたいな感じになってたんですよ。そこかららちょうど多分子供一人だったら入れる っていう感じで,で「ここから入ってったんでしょ見えたよ」って言ってちょっと日の光が入るぐらいの薄暗さのところで、うん、中にこう柱のこう土台というか橋、うん、が何本か見える、うん、って感じだったんですよ。で「あれ? <laughs>」と思って「ね入ってったよね」って言って私もそうやってズ「ズ,ズ,ズ,ズってて入っていったんですねどこまで行ったの?」って言って「前からもう出た?」って言って全く声返ってこないですよ。 入ってったのは見えてるからね」って言って入ってったらまあ薄暗いんですよでも言うて境内そんなに大きくないんで、はい、入ってパーって見回したらもう見えるんですよ全部が。でで見回したらいないい、うん、いなななんんんすよえだじゃんって思って「えどっかに行ったのどこからか出れるの?」って言ってちょっとだけ前に進んだんですよちょっと柱の方まで行ってで周り見て「いやこれいないわ」 じゃあなんだそ私の見間違いかその足って思ってその柱をパッて見たら柱に紙が貼っってあったんですよ、うんうん、ちょっと汚れたというか、うん、その紙が私はその見た瞬間に「こっくりさんの紙だ」って思ったんですけど、はい、っていうのはその鳥みたいなマークが書いてあって文字がバーって書いてあるんですけど、うん、その文字が「アイウェア順じゃなかったんですよ。 もうぐちゃぐちゃにまあ行は綺麗なんですよなんですけど文字がバーって並んでてなんだこの紙と思って見てよくある初めに目に入った言葉が今あなたが求めているものですっていう心理ゲームみたいなの知りませんかなんかありますありますありますよね、はいえー、あれみたいな感じだったんでパーって見た時になんとなく私の目に入ってきたのが後ろだったんですよでーっとして たまたまなんですけどなんかその「後ろ」って文字が目に入って「後ろ」って言っちゃったんですよ。したら見つけたって言われたんですよ。でめちゃくちゃにその「見つけた」の声がもうここで言われてる感じだったんで私<う>びっくりしすぎて後ろ蹴りしちゃったんですよ。四<ー>つん這いのまま「やだ!」とかって言って蹴っちゃったんですよ。したたらら何にも当たらなくて だってここで言われてるのに当たらないから、うん、あっもうこれダメだと思って怖い怖いって言って土握って床のバーって後ろに向いてもうそのまま後ろに下がったんですよ向、うん、こうもう後ろも向かずにバーって下がってって怖い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 って言ってそこの下から抜けて「やだやだやだお化け出た」とかって言って走り回りながら真ん中で言ってみんんな回出てきててきほしいいとかかって言っ言たんですよ怖いから、はい、そしたら境内にいたその捕まえた子もいなくて。え っってなったんですよで怖すぎてビャーンって泣いちゃって怖いいっっって言ってわ泣いちゃったんですよそしたら四方八方からその友達がバーッて出てきて「ごめんごめん」って言って冗談だと思って私たちを見つけ出すためにそういう行動をしたんだと思って隠れちゃったとかってで出てきて、うん、で「事のを話したんですよなん、はい、でそんなことするの?」って,って捕まえたら「何でお前もう一回逃げてんの?うん」とかって言って。 あの女の子が入っていったのが見えたから追いかけていったらこうなんか真後ろで「言われて」ってすごい怖かったんだよとかって言ったら「え!」とかってなって「そんな入れるところなんてある?」とかって,ってみんなで見に行ったんです、えー、でみんなで見に行ったらやっぱ穴があって、えー、で「これ本当だね気づかなかったね今まで」って言って「誰か覗いてみなよ」って,ってえー、でも嫌じゃない何かあったら」 でまあ、子供だしもうなんかそれが怖すぎて私はもう近寄りたくもなかったんですよ。でしたら一人の子が「えじゃあいいよ見るよ」って言ってでそのもうすでにその時点で「その誰かかわんんなないいい子はもういないんですよ<ー>であの子もいないしね」って言って覗いたら「誰もいないよ」あじゃあなんだ?」 奥に隠れてんじゃない結構広いよ」とか言って「初音ちゃんも見切れなかったんじゃない?」ってその子が言ったんですよ。まだ隠れてるのかもしれないよって私たち脅かそうとして「うんうん、あの子ちょっと変だったもんね」って今度はちょっとその何て言うんだろう風向きが変わるというかうん、うん、それまでは怖いムードだったけどあいつこんなことをしてまで脅かそうとしてきやがってうん、うん、みたいな感じでちょっと何だろう怒りみたいなのが変わったんですよ。うんうん じゃあ見てくるよって言って一人の子がその中に入ろうとした瞬間にガラ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 って音がして境内のあのなんですお賽銭だった時に鳴らす鐘がガラ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 っていうふうになったんですよ。でみんなでわーってびっくりして「誰かがいるのかな?」って言ってバーって走って前見に行ったら誰も鳴らしてなくてただすごい揺れてる鐘だけがあったここれは入っっちゃいいけななてとんだって言って その日はもうあのそのマンションの上の階のこの家に帰ってみんなででおやつとか食べて「もういや怖かったね」っつって「あの子誰だったんだろうね」って,言ってみんな誰も知らなかったんですよ結局でも初音ちゃんが連れてきたんだよって言っていやでも裏にいたんだよ」っていう話でみんな見てて「変だったね」って話になってでそれからもうそこで遊ぶってことがもうぱったりとなくなって2年ぐらい経って。ほ<う> 終わりじゃな <laughs> でまあでもそ,のそれで結局気になるじゃないですか。で小学校34年ぐらいになってもうちょっと大人になってるからお母さんんんにそな話をしたんですよ、うん、実は昔そこよく通る道だったから昔ここであの遊んでたら全然知らない子が来てとかってたら「何その話?」とかってすごい詳しく聞きたいとかって言われていやで「下に抜けるところがあって。 で更新なっててそこから下に入れるんだよって言ってお母さんと一緒に見に行こうかって言って見に行ったんですよはい。そしたらそんなところはなくて全部漆喰だったんですよ、はあ、でなんだったんだろうって言ってその漆喰っていうのは明らかにこの2年の間に綺麗にされたって感じじゃないですかじゃないと思うんですけど古いんですね<だ>ですその前面と同じくらいじ別にそこだけ埋めたとかじゃなくて じゃあその日だけもしかしたら何か門戸が開かれてたみたいな。か分かんないんですけどでそれを周りの友達にも言ったんですけど「えっ?」とか「でももう見に行きたくない」とかって「そこに行きたくない」ってみんな言ってて「もうちょっと大人になった時に行くわ」とかって言って <laughs> れ<も>いまだ,だに多分そこの神社はまだ残ってます。 なんかこうでその子っていうのはあそうですそうですそうですやっぱり神様なのかなっていうふうにでも何か後ろっていう瞬間がめっちゃ怖くて本当になんかもうパッて見えて目に入ってきた瞬間になんかもう脳が直接それを認識したっていう感じだったのがあっ<ー>これおるって <laughs> ただ本当怖いのが初音ちゃんが鬼で探してるのに見つけた そうなんですよオのセリフじゃないですか、うん、それが聞こえてくるっていうねなんかそれ怖いっすよねなんか探されてたのこっちだったっていうかそう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 それすごい意味わかんなく怖くてでも蹴り飛ばしちゃったんですよね<や>そうなんですよねそうなんですよねはい <laughs>、武道派で <laughs> やってしまって <laughs> どっちだろうってすごい思いながら聞いてたんですよなんか やっぱりこう神様でそこで遊んでるね子供たちのことが可愛いしし一緒になってこう遊んでくれてたっていうすごく微笑ましい存在あったかい存在なのかななんて思ってたんですけどでもやっぱりこの中でも今まで鬼になったことがなかったっていう初音ちゃんが鬼になった時にそうなんですんかそこにこうおびき寄せてたみたいな。 でなんかそこの神社ちょっと不思議で本当に誰が管理してるのかわかんないんですけど、うん、多分、まあ、誰か管理してると思うんですけど、えーえー、その後行った時にもそのまあ本堂本殿ですか本殿,本殿ですか、はい、神社に対して言うかちょっとわかんないんですけどそのあの再銭箱のちょっとか、まあ、上のところにまあ襖があるじゃないですかこういう格子のタイプ<ー>でそこの中に多分ご本尊なのか何かあるのかわからないんですけど。 そこが一時期、ちょっとだけ隙間が空いてた時があったんですよ。うん、で、それが本当に前を、あの神社の前、自転車で通ったとしても、分かるぐらいの隙間が空いてたことがあって、うん、で、前空いてたっけと思いながら、よく通ったんですよ。で、その後にある日、また通ったら、張り紙がパッって貼ってあって、うん、で、張り紙というか、なんかこう、本当に看板みたいなのがこう立ってたんですよね。で、何があるんだろうと思って、ちょっと自転車でこうバーって中まで入ってみたら。 中を覗くこととは禁止されれてててててていいいますすすっっ書あたんでで、ででで、よ襖がパチ閉じらもも鍵かしな中を覗くことは禁止されていますって書いてあって誰がその看板を作ったのかも分かんないし何があったのかも分かんないんですけどそういうことがあったりとかしてちょっと不思議な気がしんです、ねまあ、もしかすると誰かがいたずらでこう中開けて中見ようとしたから開いてやってて<ー>それをピシッて閉めて管理してる人が貼ったっていうふうに考えたいってことですけど、うん、なんか。 なんかちょっと怖いっちゃ。変な神社だなあっていうふうには思ったんですよ。すよね、その神社のその地下、とごめんなさいね、縁の下というか。ああ<ー>、ね、そう、縁の下。その本殿の下に。あった謎の張り紙ですよね。こっくりさんのような。うこっくりさんじゃなかったんですよね。なんか本当に。もうぐちゃぐちゃに文字が並んでるって感じなんですよ。ただ、その。な、なんていうか、こう綺麗には並んでるんですけど。あいうえ、ん、お順では決してなくて。 本当にランダムに目に入ったのがウトシトロだったんですよ <laughs>、まあ、それって何かに使う紙なのか何かの儀式でとかねそこにこ初めて見たんですけど結構検索したりとかするんですけどまあやっぱりこうね「見つけた」っていうところで「後ろ」っていうねキーワードがいいでパ<ー>ってこうね蹴り飛ばしたことでなんとか 良かったけど、もしかしたら、それで連れてかれてしまうとか。見てたら、誰がいたのかとか、何かいたのかなとか。うん、そのお友達の中でも。よく昔からね、髪隠しとか、そういう話あるじゃないですか。<ー>そういうので、こう、見えられて。うん、何かそっちにね、こう、この子は特に可愛いから、連れて行こうとかっていう。こと。だったら、すごく怖いなとかね。ん確かに。考えちゃい話ですね。誰がすごいって。 それがが見えてたのが普通ねよくありがちなのが私だけでした後々、うん、後々聞いたら誰もそんな子知らないよってパターンの話よくあるんですけど、はい、何日もない間みんな知って見てたんですよ、ね、みんなで遊んでたんでこれがまたすごいなと思ってただめちゃくちゃ貧乏な家の子なのかなと思ってたんですよなんんででですすか服が一緒だったんですよあやっぱりだからそう、まあ、で一長羅っていうかただな,なんかわかんないんですけど 子供の頃って服にそんなに興味ある子いなくて、うん、アニメとかもそうですけど「ちぃまる子ちゃん」ってずっと同じ服着てるじゃないですか。<laughs> はいはい、サザエさんのカツオとかもみんなずっと同じこの色っていうジャイアンもそうですけどはい、はい、だから違和感はそんんななに抱かなかったんですすよねねあ <laughs> あれ漫画ででっも今日この服なんだとかわざわざ言うような子っていなかったっていうか,あ,かあんまりこうその時にね深く考えなかったけど<う>、うん、今思うとやっぱ不思議ですよねそうなんですよね。 例えばそうセーラームーンとかの着てたらあ今日セーラームーンなんだとか言ったと思うんですけど <laughs> 別にそういう以外の服だったら別に誰も言わなかったから、うん、ただなんかあまた同じ服着てるなって思いながらも別にうちもお金あった方じゃなかったんで週に3話同じ服着てたとかあるんで <laughs> なんか人のことと言えないない思ってそう <laughs> まあでもやっぱりそれも聞いてもやっぱこう神様なのか,なんか普通ではない存在だったんだなっていうね。う 感じがでそれを機にいなくなっちゃったんですもんね。いなくなっちゃいましたし、ま遊ばなくなっちゃったんでそこで,で<う>その後会うことはなかった。な,な,ないですね。はあ不思議だけどめちゃくちゃ興味深い話。いや行ってみたいんですよね今そこの神社とかにたまはに Google マップとかであの。うん 俯瞰で見たりとかします。ここここちょっとイベントでね、その神社今もう一回行ってみましたってやつとかね、<ー>ちょっとこうミニコーナーでやってみても楽しいじゃないですか。地元激バレですけど、あ,あの全部その近辺なんで、この話はここです。この話はここですができちゃうんですよね。それこそね、あごめんなさい言っちゃいますけど、松、はい、のね吉田裕樹さん出る時にね、はい、吉田裕樹さんなんかめちゃめちゃその,の詳しいから。 吉田由紀さんにその話をしてさらにこの神社なんですなんてことでね見解を伺うとかも面白いですね確かにそれちょっと知ってますかって言って聞いてみたいですねもうあの方自身が多分取材に行きそうですけどねそれ聞いたら興味かき立てられてそう言ってほしいなと思って、うん、その私が配信とかで話せない話が一つあるんですけどそれの場所も結構最近まで残ってたんですよ でそこは行きたいですっていう話があったんですがそのタイミングで初めてようやく何十年か越しに取り壊しが決まって今<ー>そうそこもよくあるあるで地元で取り壊しを行うと業者が事故に遭うとかでずっと潰されなかったっていうだかられたみたたみいな場所だった <laughs> あの、まあ、今回もすっごい話でしたけどもねやっぱりねこう人前であんまり話せない話もたくさんお持ちでして。ねで このイベント以年通したやつで10月は配信なしっていう、はい。はい、その来た人だけが絶対に公害禁止っていう会もですねあるそうなので、はい、もうそこはちょっともうチケット育て戦な感じになっちゃうかもしれませんけどね。<ひ>皆さんそんなねイベント1年ありますんで概要欄貼っておきます。ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして YouTube チャンネルの方もね、はい、はい、皆さんぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。 で、本当に、あの、ちょっとね、え、このすごいプロジェクト、ちょっと一年間、とりあえず頑張ってくださいね。お願いします。本当に。ご協力。もしかしたら、7月に。お邪魔するかもしれませんので。見てください。はい、お願いいたします。ゲスト、松島初音さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな方、出るんですが、その方たちの鉄板話。はい。ね。もう。 絶対に滑らない怖い話 <laughs> ドル上げるな。例えばね、大会で優勝した話とか。はい、この人の代表作。そうですで。意外とこういう話って一回話しちゃうと有名になりすぎて、他でもう話す機会がなくって。最近あんま話してないな。で、さらに言うと。その話って。生で見たことある人って実はいなくないですかっていうね。そうなんですよ。はい、それがやっぱり私は良くないと思って。うん、やっぱ。 稲川淳二さんの生き人形とかもフル尺2時間半ぐらいあるらしいんですけど、はい、それ生で聞いたことある人。 いますっていう。<laughs> そう、あのおっしゃってましたね。はい、あの稲川淳二さんの生き人形、ちゃんと生で聞いたことある人いない説。そう、本当に。<laughs> 探し出したら、本当にちょっとしかいないと思うんですよね。うん、なので、そういった話に、例えば島さんの十三階段とかも。生で聞いたことある人ってなったら、すごい少ないと思うんですよ。あの一月のね、会出させていただきましたけど、はい、僕も本当何年ぶりかで。そうですよ、ね。はい、話しさせていただいたって感じでした。でも、きっと、その聞いたことないっていう人。 ってもうどんどん階段好きになってくる人ってどんどん新しい人が増えてくるじゃないですか、うん、でもその人たちはもう聞いたことないのにで子さんの人たちが聞いたからってもう話さないってなっちゃうといい話がどんどん聞いていっちゃうなと思って私とかやっぱ自分の体験なんで増えることがまあないんで「うん、あの時あれで話してましたよね」とか言われるのが正直つらいんですよ。<laughs> でも 例えばその自分のチャンネルで話してたけど島田さんのチャンネルでは話してないとか、うん、イベントでは話してたけど配信では話してないとかっていうこととかもあって全部が全部同じ人が見てるわけじゃないので初めて聞くっていう人とかもいると思うんでそういう方々のためにも話していきたいなっていう。 あと味が変わるっていう。そうですよね。う,ねうん、うん、やっぱ私も話し方やっぱすごい変わるところもあったりとか、話しながら。あそういえば、こここうだったとかって思い出すこととかも。後日談も入ってきますからね。あるんでそうなんですよ。だから、ちょっと変わってったりとかする部分もあるので、そういうのも合わせて。 その鉄板ホラーナイトとか、お北海道は楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、次回がね、三月にあるんですけども、はい、こちら、なんと七不思議と、あみさん。はい。<laughs> そうなんですよ。もう,もうチケット、実はね、あの会場チケットがあんま残ってない,ないんっていうことになるんですが、配信もありますんで。はい。ぜひぜひ、はい、あの、遠方の方とかは、はい、あの。 あのイベント自体が東京の渋谷で行われるのでちょっと行くのが大変だよという方は配信チケットを買っていただけたら嬉しいです、えー。5月は、えー、呪物三人衆 <laughs> そして7月は、えー、女子会女子会談 <laughs>、はい、のねとても得意な、はい、そのあの会談師の方たちね、はい、女性だけで,で。ちょっとそこ相談なんですけど、はい、私その会談師の方々は実は横のつながりはあまりなくて、えー、特に女性陣の方々とは今後長く仲良くしていきたいっていう思いがあるんですよ。はい、でも私 その女性を特にこう綺麗な女性の方々を前にしてしまうとちょっとキクシャクしちゃう癖があって。うんうんうん 干渉剤でちょっと島田さん来てもらっていいですか。え <laughs> <laughs> え、そう、ええ、干渉剤として、<laughs> 干渉剤として。<laughs> はいはいはい。ちょっと島田さんに横にいてもらって <laughs>、ええ、あのちょっと男一点とか。<laughs> <laughs> <一>いや、国一点。<laughs> 逆だからその僕はもうありがたいし、もうね階段、はい、大好きだから、もうあの名前聞いたらね、そうそうたる階段しの方が集まる女子会になるので、はい、僕は単純に聞きに行きたいなと思ってたんですけど、ただ。 お客さん的にせっかく女子会なのに何なのおじさんってなるかもしれないじゃないですか。いやいやいや。例えば天の声みたいな感じで声だけでもいいし。い怖いですよだって開大面と天の声怖くないです。よくか急にえ今なんか男の人の声しなかったとか。ありますよ。じゃでもそのまあ女性のね皆さんいらっしゃる本当は一番端の方とかでちょっとこうね。<laughs> それいてほしい。まあまあ全然全然、あのう。何が今日して、しかも知ってらっしゃる方々が多いから、な何々さんこの話とかあるじゃないですか。とかそういうふうに振っていただいたりとかね、なんか、ほら、いてもらった方が絶対いいですよ。<laughs> <laughs> 私はもう、ほんとそういうことじゃないので、頭いっぱいになっちゃう。まあ、でも、あのあくまでも、まあ、中心メインは初音さんでね、やられてますけど、じゃ、なんか、本当にもしかしたら、夏。<laughs> ちょっと。<laughs> <laughs> よろししくお願いしますそして8月は目立たる方たちで、はいえー、オールナイトの予定もあるかもしれないといことでね、はい、本当に1年を通して、はい、これなかなかチケット、ね、取りづらいという、ね、人気イベントになってもういるんですけどもね、はい、ぜひ皆さんちょっと頑張ってです、ね、チェックしていただきたいと思います。